アプリを無効にする方法について説明します。特定の組織部門に対し、アプリを無効にして使用できないようにすることができます。アプリをクリックします。G Suite をクリックします。任意の組織部門を選択します。無効にするアプリにチェックを入れます。 オフをクリックします。無効にするをクリックします。サービスを無効にするをクリックします。アプリが無効になりました。この設定は、配下の組織部門に継承されます。以上で説明は終了です。